レディオン。日本テレネットが出した高難易度を誇るシューティングです。宇宙暦2060年に突然現れた侵略者宇宙の皇帝ルーバーの侵攻を2機の戦闘機で止める物語です。横スクロールのシューティングで基本ショットとオプションを使いこなし、とにかく撃ちまくる内容です。ちょっとかっこいい機体に乗っていざ一面と行きましたが、一面の序盤でコンティニューを使ってしまいました。理由はとにかく敵の動きや弾が本当に速すぎて、私の反射能力ではなぜミスをしたのかわからないくらいで、狐につままれる気持ちになりました。これ以降も少し進んで一方的にやられるのを何度も繰り返しました。唯一の救いが音楽がかっこいいことです。このゲームを後で PC エンジン史上最高に難しいと言われていることを聞いて納得してしまいました。この当時としては珍しく、ステージ攻略の順番次第でエンディングが変わるので何度もプレイしないといけないので、よほどの人でない限り続けることは不可能でしょう。ほんとストレスのたまるゲームです。ゴールデンアックス、期待して購入、プレイしてがっかりした作品です。アーケードで人気だったベルトスクロールアクションゲームの移植作品となる本作は、オープニングの当時としては極めて珍しい声優のボイス入りアニメーションで、ゲームの出来をすごく期待させてくれますが、なぜか本編はハイスペックを誇る CD を利用していながら、ファミコン並みのグラフィックと本作の売りである2機同時プレイの削除といったかなり寂しい作品となっています。とはいえ3人の勇者から1人を選んでデス・アダー軍と単身戦うという展開に変わりはなく、各ステージ導入時にはフルボイスのアニメーションが展開され、こちらはもちろん本作でしか見ることができないため、こちらを見るために頑張って攻略するという選択肢もありかもしれません。ゲームに力を入れて欲しかったと思ったのは自分だけでしょうか。アルナムの牙、獣族十二神と伝説。異世界を舞台に、人間から差別を受けている、アジン種、獣人を主人公として、非常に重いテーマを扱った、ファンタジー RPG です。主人公たちは十二種類の獣人、現実の干支に対応しています。で、個々に異なった力を持っている、という非常に格好の良い世界観なのですが、現実は難易度云々以前に、とにかくバグやプログラミングミスが多く、グラフィックが異なる、キャラ名を間違っている、NPC のアドバイスがシステム上使えない、挙句の果てには、逃げる、のコマンドが、絶対に逃げられないなどの誤りなのか、バグなのかわからないものから、特定の魔法を使うとフリーズする。自分たちだけなら対応も可能ですが、敵が使ってもフリーズ、またはフラグの立て方を誤ると、文字化けして二度と治らないという、致命的なバグまで残っています。人種差別という挑戦的なテーマ、独特な世界観だったために、システム面の練り込みの弱さが、残念な作品と言えるでしょう。やったよ、スズメ。本当、やったね。あ、頑張れー。
ラスタンサーガ2。あのあまりにも高難易度で、アーケードでは、クソゲー王として、君臨した作品の移植作です。主人公の若き頃の前日譚であり、ラスタンの称号をもらう前の冒険が、描かれています。基本的には、横スクロールで、剣を使ったアクションです。しかし、主人公の動きがとにかく遅くて、敵を目測してから移動すると、あっけなく逃げられ、一方敵にボコボコにされます。なので、剣は敵の動きを予想して、先に振らないと当たらないなど、達人のような読みが必要です。また、アイテムは一部の敵が落とすのですが、倒し損ねると全く出ないこともあります。またラスボスについては、グラフィックや動きを含めて、突っ込むところが多くて、今でもファンの間では語り草となっています。一応、移植に際して調整をしていて、若干ひどいところは、治っているらしいですが、それ以上に唯一のいいところである、クリア時の挿絵がないのは悲しすぎます。真の対等ファンなら、この黒歴史を戦い抜く義務があるかも、しれないゲームです。モンスターメーカー、闇の竜騎士。もともとはカードゲームで発売された、有名なシリーズ作品であるモンスターメーカー。9月姫先生の可愛らしいイラストと、少女漫画のような世界観で人気を博し、それが映像表現で定評のある、PC エンジンでの発表となり、非常に期待をされていました。度重なる延期はファンの期待をさらに集め、すごい対策になるだろう、と思っていたのですが、気合が入りすぎたのか、延期に延期を重ねて、無理やり納期に間に合わせたのか、とにかくバグが目立ちます。装備できない専用装備や、二度と手に入らなくなるアイテム、とにかく枚挙がありません。さらにパツンと打ち切られたようなラスト、本作がいかに開発に余裕がなかったかを、物語っています。本作の出来のせいか、ゲームボーイ、ファミコン、スーパーファミコンと、作品が発表され続けたモンメカは、後に静かにテレビゲームから消えていくこととなり、時代の流れかその影響か、原作シリーズも現在は公式には終了しています。父さんの金塊錬。父さんの匂いがする。武田信玄。もともとアーケードで開発されたベルトスクロールアクションであったものを移植したのが本作となります。アーケードでもクソゲーだったのになぜ移植した？もちろん移植したこの作品もクソゲーです。誰もが知っている戦国武将の武田信玄を操作して単身戦場を駆け回るゲームとなります。本作の最大の特徴は主人公、信玄、信繁どもに能力に差はありません。の弱さ、でしょう。短いリーチに虚弱な体力。これでは武将としてあんまりでしょう。また、武器を持っているからか、同ジャンルの別ゲームのような、掴んだり投げたりすることもできず、短いリーチの振り差がもろに、難易度に影響してしまいます。アーケードでもその点が不評だった本作は、やはり同じ理由で決して評価が高くありませんが、戦闘力を上げる成長アイテムが、風、林、火、
山の4文字で、これらをすべて、集めるとなんと飛び道具が使えるようになり、武田信玄らしさが伺えます?やっぱり武田信玄なら、騎馬で戦いたいですよね。ディープブルー海底神話、レギオンに負けないぐらいの、苛立ちを覚えた作品。名前の通り、潜水艦に乗って深海を進み、敵である海生生物を倒しながら進んでいく、横スクロールシューティングゲームです。シューティングゲームと言いながらも、時期が潜水艦、敵が海の生き物、というところを重視しているためか、本作の敵は一切タマトを発射せず、ひたすら体当たりをしてきます。画面の大部分を占める魚群が、磁気に向かって突撃してくる様は、なかなかにインパクトがありますが、同時に本作は、磁気の大きさ、細さも相まって、非常に高難度な出来となっています。ライフ制なのがまだ救いですが、なぜかボスからの攻撃だけは一撃死で、非常にきつい目に遭うでしょう。っていうかボスまで、たどり着けないけどね。一方で、深海を描いた幻想的なグラフィックと、BGM は評価が高く、映像作品としては名作、と言われてしまうちょっと悲しい作品です。しかできないプレイをしない。